ずるずるとずるずるとすするでーす。ミッドナイト TV。 今まで動画にする気は全くなかったんですけど、先日僕の動画で1個目を撮った人がこのことにちょっと触れていまして、まあ、このままちょっと放っておくのもどうなのかなということで、僕が思っていることを言わせていただきます。ちなみに僕の動画で1個目をすると、僕からハートをいつも押させてもらってるので、1個目撮りたいっていう、ハート欲しいって方はぜひ1個目を狙ってみてください。今回の話に関しては、まあ、誰か特定の個人を煽ったりとかけなしたりっていうものではないっていうことを最初に付け加えさせていただきます。まず大前提として YouTuber のコメント欄はやっぱり自由であるべきだと僕は思っています。もちろん個人的に攻撃的な、まあ、ちょっと僕の精神衛生上良くないようなコメントを削除させていただいたり、まあ、例えば死ねみたいな、そういう攻撃的なコメントはやっぱり YouTube 側で先に弾かれちゃうっていう場合もあるんですよね。まあ、そうなんですけど、基本は誰でも書き込める状態にはしてあります、僕の動画は。なので視聴者の皆さんの倫理観に任せて、マナーの中で節度を守ってコメントを楽しんでいただきたいというのが僕の意見です。もうこれにつきます。もうこれだけです、僕が言いたいことは。まあ、今となってはあそこの皮もズルズルですかというコメントにもたくさんのいいねがついていて、まあ、なんなら僕のいつもやってる主コメよりもたくさんいいねがついてたりするので、もちろんあそこの皮もズルズルですかというコメントを待ってる人がいるってことも事実だと思うんですね。まあ、皆さんやはり人間なので、 100% 全員がもう賛成する意見というのはもう絶対生まれないんですよ。どんな聖人君主でもアンチはいるし、どんな悪人にもファンはいるんですよ。僕が例えばあそこの皮もズルズルですかというコメントをまあ削除とかブロックとかしたりして、まあ、もちろん喜ぶ人はいるのかもしれないんですけども、それによって悲しむ人も出てくるわけで、まあ、そういう風に考えると、やっぱり一個人として僕が規制するのは動画投稿者として良くないのかなと思っています。最初に言ったように YouTube のコメント欄は自由です。顔も見えないし、アイコンとハンドルネームだけなので何書いてもいいじゃんって思う方もいると思うんですけど、まあ、自由だけど、まあ、公共の場ですから、自分で書いたコメントが他の人にも見えるよっていうことを意識してコメントしていただきたいなと思いますね。うん。まあ、大部分の視聴者の方が関係ない話だと思うんですけど、まあ、やっぱり節度を守った上でね、ラーメン動画、そしてまあコメントもぜひ楽しんでいただければと思う所存でございます。この間の、まあ、例のコメントに対してなんかみんながやり取りしてるやつを見ると、まあ、すするはああ言ってたとかこう言ってたみたいな話もあったりして、サブチャンネルの生放送とかで、まあ、何度かこの話について僕も喋ったことがあるんですよ。まあ、なので、まあ、僕は基本的には、コメント欄は自由に皆さんに楽しんでいただきたいなと、まあ、基本的には皆さんの倫理観に任せて、まあ、やっていきたいので、はい。まあ、あまりこの話題に関しては本当動画でわざわざ触れようとは思ってなかったんですけど、まあ、先日のちょっとそういう視聴者さん同士のやりとりがちょっと気になったので、あえて言わせていただきましたということで、一般的なマナーの中で、はい、楽しんでいただければということで、そうですね、そういう感じです。はい。まあ、まあ年末なんでね、今年の問題今年のうちにでもないですけど、まあ問題でもないんだけどね、別に俺はそういうふうには思ってないんですけど、本当にもう、人間界もいろんな人がいますから、本当に。うん。まあ、明日以降も僕の動画通常通り上がりますので、通常通り皆さんも楽しんでいただければと思います。というわけで、はい。それでは、こうそれ。